シアトルスルーはアメリカ合衆国の競争場及び主ュ場である。1977年に史上初の無敗でのアメリカ三冠を達成した。名前の由来は共同場主であるテイラー夫妻の出身地シアトルとヒル夫妻の出身地であるフロリダ州の湿地地帯スルーより無敗で三冠を達成し、達成後も優秀な成績を残したことから、 アメリカ史上最強馬と21世紀に入っても評されている。シアトルスルーは1974年2月15日、アメリカケンタッキー州の後、6頭の繁殖品馬をつなぎ漁する小さな牧場で生まれた。父のボールドリーズニングは種付け量が非常に低く、シアトルスルーはその父の初年度3区に当たる。ボールドリーズニングは3年間供養された後、 種付け中に貧馬に蹴られ、その時の怪我が元で死亡した。母のマイチャーマーは、フェアグラウンドオークスなど6章を挙げたものの、血統的には地味な繁殖貧馬であった。シアトルスルーは生まれつき右後ろ足が外交して、見栄えが悪い馬であった。さらに体ばかりが大きくて、それにも増して、顔が大きく、尻尾は、ポニーのように短いという要望から、牧場でつけられたあだ名は、 醜いアヒルの子であった。1975年夏、生産者のベンキャス・スルマンはキーインランド競馬場で行われたセリー市に出品したが、主催者による審査を通過した馬のみが上場される、選抜セリー市への出品は認められず、一般セリー市へ出品された。ここで獣医師のジムヒル夫妻と、材木賞のミッキー・テイラー夫妻によって17,500ドルで落札された。 4人は競技の結果、ミッキー・テイラーの妻カレン・テイラーの名義でシアトルスルーを所有することにした。シアトルスルーは1976年9月20日、ベルモント・パーク競馬場でデビューした。デビュー戦を勝利すると、翌10月5日の条件戦も勝利。同月20日にアメリカの2歳戦の中で最も格が高いとされる G1 シャンペンステークスに出走した。このレースで、 シアトルスルーはスタートから逃げて、他の馬を引き離し、2着馬に10馬身の喫茶をつけて優勝した。3戦3勝でこの年のシーズンを終えた、シアトルスルーはエクリプス賞最優秀2歳馬に選ばれ、アメリカの2歳フリーハンデで主を獲得した。シアトルスルーは温暖なフロリダで冬を越し、翌1977年3月にレースに復帰した。 初戦を、ハイアリアパーク競馬場、ダート1400メートルのレコードタイムを記録して、優勝すると、フラミンゴステークス、ウッドメモリアルステークスと G1 を連勝。デビュー以来無敗の6連勝で、アメリカ3冠に駒を進めた。第1戦ケンタッキーダービーではスタートで頭をゲートにぶつけて出遅れたものの、すぐに前方へ進出して、先頭を奪い、そのまま逃げ切って優勝。 第2戦、プリークネスステークスでは、一旦2番手に控え、第3コーナーでコーモラントを振り切るとそのままゴールし、優勝した。第3戦、ベルモントステークスでは、スタート後すぐに先頭を奪い、そのまま逃げ切って優勝。史上10頭目のアメリカ3冠馬となった、無敗のまま、アメリカ3冠を制したのは、史上初、2019年現在でも2頭しか、達成していない。 二頭目は41年後、2018年のジャスティファイ。一般セリーチで購入された馬がアメリカ参冠を達成したのも、史上初のことで、4人の場所が手にした幸運はマスコミに大きく取り上げられた。アメリカ参冠達成後、調教師のウィリアム・ターナー・ジュニアは、シアトルスルーに休養を取らせるべきだと主張したが、場所サイドの移行により、ベルモント・ステークスから1ヶ月も経たないうちに、 西部のハリウッドパーク競馬場で移送され、G1 スワップスステークスに出走することになった。結果は、勝馬から16馬身離された4着に終わり、デビュー以来の連勝は9で途絶えた。この敗戦によって調教師と馬主は激しく、対立するようになり、馬主サイドは管理調教師をターナーから別の調教師に変更した。同じ時期、ジムヒル夫妻が、 シアトルスルーの権利の半分を保有していることを届け出ていなかったとして関係者を呼び、シアトルスルーは1ヶ月間の競馬間予定処分に処せられた。これを受けて4人は低昼9社の名義でシアトルスルーを所有することにした。天狗マヤーとシアトルスルーは原因不明の高熱に襲われ、一時命が危ぶまれるほどの状態に追い込まれた。回復には、 時間を要し、この年の出走は、スワップス・テークスが最後となった。アメリカ参観の実績が評価され、シアトル・スルーは1977年度のエクリプス少年度代表馬最優秀三歳母馬に選出された。シアトル・スルーが前年に発症した高熱から完全に立ち直ったのは1978年1月のことであった。5月に、 アケダクト競馬場のレースに出走して優勝した後、3ヶ月間休養を取り、8月から本格的にレースに復帰した。初戦を勝ち2戦目の g にパターソンハンデキャップで2着に、敗れた後、G1 マルボロカップで1歳年下の三冠馬、アファームドと対戦。三冠馬が同じレースで対戦するのはアメリカ競馬史上初のことであった。シアトルスルーには、 アファームドより約1 8ラム重い金量が課せられたが、アファームドに3馬身の喫茶をつけて優勝した。続いて G1 ウッドワードステークスでヨーロッパから移籍したエクセラーと対戦し、4馬身の喫茶をつけベルモントパーク競馬場、ダート2000メートルのコースレコードを記録して優勝した。ウッドワードステークスの2週間後、G1 ジョッキークラブゴールドカップステークスでアファームド、 エクセラーと再び対戦した。このレースでシアトルスルーは非常に速いペースで逃げたが、後半にペースを落とした隙に後方に待機していたエクセラーに並ばれ、接戦の末、花さで2着に敗れた。アファームドは5着に敗れた。その後、G3 のスタイブさんとハンディキャップを勝ったのを最後に競争馬を引退した。この年のエクリプス賞では、 年度代表馬には選ばれなかったが、最優秀小馬のタイトルを獲得した。競争馬引退後シアトルスルーは、ケンタッキー州のスペンドスリフト牧場で、タネボバとなった。引退前の1978年2月に、チンジケートが組まれており、その総額は1200万ドルであった。タネボバ成績は良好で、1984年は、北米リーディングサイヤーを獲得した。 2002年の種付けシーズン中に、持病の悪化により種付けを中止して、ヒルンデールファームに移動して療養されたが、5月7日午前9時に28歳で死亡した。命日はかつて、ケンタッキーダービーを制した日と同じ日だった。現在も、アメリカでは、シアトルスルーの子が後継種母馬として活躍している。特に AP インディは、現役時の活躍も、ることながら種馬として、 大活躍。ミスター・プロスペクター系とノーザン・ダンサー系が幅を利かせる中でイケイケチ脈としてそのケチ脈を大きく広げていった。ただし AP インディ系以外の子孫は活力に乏しい。判定にロモンド、シアトルダンサーがいる。ありがとうございます。